どうも、カメラです。怪異症候群2引き続きやっていきましょう。ということで、前回ですね、ケース1が始まりまして、ひとまず、お家の人々を全員ね、助けることができて、というところで終わりました。で、前回最後手に入れてるのがワイヤーカッターなので、取れなかったロープを取ろう。ここのやつ。うわぁ！あっ！現れた！危ねえ、よし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 。びっくりした。撮影開始いきなりあれはきついよ。オッケー、ロープ。ロープってどこで使うんだろう。ロープを使うべき場所が思い浮かばないんだよね。あそこかな、あの部屋かな。ああ、なんかいる。ちょっと待って。これ倒した。え、倒したよ。この部屋に平和が戻った。これで調べられない。何も調べられない。嘘だろ。いや、ま、でも結果的にあいつを倒せたのが良かったのか。え、どうしよう。何もないな。ロープ使えるところちょっと探さなきゃいけないな。うお！おいおいおい。あ、じゃ、ずれてた。オッケー。え、マジで何なんだろう。あ、待って、あそこの手形も手形じゃなくなってるし、うわ、いろんなところが血だらけになってるし。あ、え、助けて、大丈夫。線は抜いてやる、線は抜いてやるじゃなくて。誰も遊んでくれないの。ああ待って、そっち、待って、そういうことか。よし、もう一回来たけどさ、これあれなのかな、ロープ使うところここでもないのかな。よし、来るぞ。よし、あぶね。よしよしよし、次は下じゃない。下だ。オッケー、いいねいいねいいね。今ちょっとギリギリだったけどね。どっちから来る、上から来る。オッケー、倒した倒したんじゃない。よし、オッケー。びっくりした、大丈夫、なんもない。オッケー、おぉ、なに、粉々肉だけ散ってる。なに、ほんとにやめて、マジで。まだなんか声がする。こっちはトイレか。トイレはなんもなかったな。こっちどっから声がするの。この部屋じゃない、こっち？あれ、こっちでも声しなくなったかもしれん。関係ないのかな？ちょっとじゃあまた部屋をくまなく探していこうか。とりあえずは、あー、またいた。ちょっと移動早くない？ちょっと待って、むずっ。あぶね。あ、今のめっちゃ良かったのに、車線的に。こう移動して。あぶね。オッケー、あぶねー。こいつらを倒していけばなんかあるかな。こっち、あっ、あっ、マジかよ。いや、見たくないな。助けられなかった。ここになんかヒントあったりしないかな。あっ、おお、またいるし、なんか動きが遅い。え、強っ。あぶねー。ここは鍵関係ないか。なんだろうな。え、あとじゃあ2階か。ロープでしょ。あ、ここは？あ、ダメだわ。血出てるから天井になんか穴開いてていけますみたいなさ。ああ！もう要はこういうことだよ。全然違うけど。え、マジでなんだ。今俺、あの左に開いてる穴が一瞬何かと思っちゃった。あ、待って、また触っちゃった。大丈夫？うぅ！やはりそうか。この小鳥箱、想像以上にやばいらしい。普通のやり方じゃ、危険すぎる、か。この箱に釣られて、近くの、浮遊霊どもが集い、小
このエリアの怪異化が、深刻に進んでるのだろう。それによって引き起こされる怪異の連動は、小鳥箱をさらに強烈な呪いへと昇華させている。か。何言うてんの？悪循環だな。とりあえず、ここらで一番うるさい奴を黙らせるか。え、誰それ？怪異の影響。ああ、ほんとだ、目から血が。ここらで一番うるさい奴って何？あ、ダメか。なんか落書きにまだヒントあるとか思ったらダメか。え、まだ残ってんのここだけだぞ。マジでなくない？あ、来た！何？あ、ここか！屋根裏へ通じてるようだ。え、こんな日々気づかん気づかん。まさか、だから今のヒントがあったのか。なんか水みたいなのピチョンピチョンって出てこなかった。お、すげえ。ちょっと足りなくない？あ、いけるわ。あー、セーブしたい。あ、すいません。また銃構えてる、それ。お、鳥居だ。これも結界の一つか。なのかね。しかも後戻りできねえし。前のあの地下室みたいなちょっと怖さがある。これ普通の部屋だ。屏風。書類が保管されている。かなりの年代物のようだ。よほど大事な書物のようだな。まあ、そうだね。じゃなかったらここには置かないか。薄暗いな。あれ、マッチも使い切ったのかな。おい、なんで、なんで、なんでですか？それ絶対なんでですか？すげえ嫌な予感するんですけど。え、なにこれ。あ、繋がってんのか。あ、あ、え、ここあれじゃない？あー、なるほどね。だからか。だからここにハテナがあったんだ。なるほど。となると、これなんだ？これ、こっから持ち出せんのかな？関係ねえ。マジで何？じゃあこれ。え、マジで何これ。謎すぎない？え、あれかな？あの火を持ってこいってこと？ここの、今度こそ。あ、違う。え、どうすればいいんだ？俺何も手に入れてないよね、今ね。待って、普通にここじゃね？最悪。めっちゃ恥ずかしい。フリーゲーム的、初歩的謎解き俺全部今忘れてたわ。積まれた斧の下に何かある。もうあからさまだったもんね。小さな鍵。うお！来るぞ。来る。何？早っ！待って。コムソーみたいなの来た。危ねえ、なんか、たまにちょっと、ぐわんぐわんってくる。危ねえ！でも、一定距離離れてればいけそうだな。そっちは嫌だなぁ。危ねえ！横、もう打ちやすいところ以外はもう全部スルーするか。来た！おっと、よし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 。オッケー。青い方のかっこよかったな、ちょっとね。明かりのようだ。消えてるけどね。小さな鍵見つけたね。これあそこの箱じゃない？行ってみよう。またなんか道中であるんじゃない？うわー、出たー。いや、倒したと思、うわー、倒したと思ったやつが出てくるの超やだ。また来んの？空気がよどんできたか。そろそろ片付けないとやばそうだな。急ごう。3分。え、合ってるの？行く場所はあそこで。小さな鍵だけど。あそこの箱じゃないかとは思うんだけど、違うかな。これ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 。来た！急ごう。でもとりあえず、古びたお札。これは、カジロ家のものか。ちょっと待って、悠長に読んでられない。あの小鳥箱に使えればいいが、さてどうなることやろうな。うるさい、もう早く行くぞ、お前。詰め込み言うな。ああ、消えた。絶対道中いろいろあるもんね。しかもセーブできないし。絶対道中いろいろなんか脅かしをされる。嘘だろー、嘘だろー。あかんが、え、なに VS 怪異。なに、おお、ゴー、オーマイガッド、どっ、おお、
何今の。あ、よけろ。うそー。回 A。 コンティニューしますか。します。え、うそ、コンティニューシステムある、助かる、めっちゃ。くそ、この辺だろ、確か。この辺だったよな。この声めっちゃ怖いよ。どこから現れる、超かっこいい。とりあえず来たら、おぶれ、あれだけ避ければいいな。よし、オッケー。こっち、オッケー。これだわ。あ、間違えた。ここを撃つ。オッケー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 。これ避けて、避ける、ここ、ここ、避ける、避ける、撃つ。倒した、倒してない、倒した、倒した。よし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 、うまいね、うまかったね今のね。よし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 、攻略を見つけるのが早かった。お、場面転換。いや、ちょっとひとしの続き見たいけどね。ひとしは今回の回をどう集結、執着させる気なんだろうね。考えられる方法は一つ、呪いの発生源そのものを闇に葬ることだ。コテル箱？あの封印の呪符でいけるのかな？呪符じゃないのかな、あれは。葬るですか。まるでフィクションの世界ですね。聞こえは単純だがな。だが実際に、この世にはびこる呪いに対して、安易な怪獣、怪獣という方法は存在しない。下獣かもしんないけど。なるほど。というと？手荒な真似はできないってことだ。呪いの対象そのものを刺激すれば、そこから肥大、拡散される恐れがある。ならばどうするか。文字通り闇に葬る。コトリ箱は危険な呪いであるとともに、何の変哲もないただの箱でもある。呪う対象が近くにいて初めて成立する類の、呪いだ。氷室は小鳥箱の効力を発揮させないよう、半永久的に光のささない闇の中へと封じるだろう。人目につかず、誰も寄りつかず、そんな場所に小鳥箱が存在しても何も起きないし、起こらない。全ては時間が解決するということだ。静かにゆっくり、箱が塵になるその時までな。あ、そういうことか。一応木箱だよね、あれね。だから土に埋めとけば、いつかこうだん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 自然分解されてって土の養分になっちゃうってことか。なるほどね。地味ですね。まあこれが普通なんでしょうけど。お、帰ってきた。なるほど、封印の札を貼って埋めて終わりか。よく無事だったな。久しぶりに骨が折れた。お化け屋敷はもうこりごりだ。んで、会は全部始末したってか。元凶だけはな。他にもまだ浮遊霊が集まってたようだが、今は放っておくのが一番だろう。まあ襲う対象がいなければね、襲われる人もいないからね。下手に刺激しないためですね。あの場所は封鎖する。くだらない噂話も流さない。それで終わりだ。小鳥箱、恐ろしい呪術ですね。破ってはならない禁忌を犯してまでして殺したかった人間がいた。いつの時代にもいるからな。超えてはならないラインを平気で超える、そんなバカ者がな。化け物より恐ろしいのは人間だってオチか。一理あるが、あれは嘘だぜ。へえ、だったら何だって言うんですか。
怪異の方がはるかに弱だよ。あいつらな、人間の地上ってなんだ、知能じゃ絞っても出ねえどす黒い狂気を持ってやがる。この世の絶対薬ですからね。絶対薬か。あ、まさかおひさー、クリアしたのついこの間なんだけど、ゆか、元気を出して。でも、だっておばあちゃんまで。あら、よかったね、ゆかちゃんもね、無事で。久しぶりに見たね、みことちゃん。分かってる、でも仕方ないよ。ちゃんと向き合わなきゃしょうがないよ。ことには分かんないよ、私の気持ちなんて。え、急に知ればやだよ。仲良くしてよ。本当は怖いの、いつかみんな私の前からいなくなっちゃうんじゃないかって。みんな私のことを怖がって、疎ましがって、離れてってしまうんじゃないかって。私はそばにいるよ、みこと。それ手だな、あれなの、あのピースみたいな感じにしてこう間から覗いてんの、手を。絶対違うけど。約束するよ、絶対に。しかし、なんでですかね。ん？あんな臆病も臆病者のクソったれども、消しても消しても湧いて出てくる。え、口悪、何？許せませんよ、潰し足りないですよ。え、小暮さん？違うか。だから俺の目が黒いうちは、死ぬその時まで奴らを召し続けてあげます。え？だってそれが最大の供養でしょ。OK スワンエンド。え、今の誰だ？セブ。多分もう遊べなくなる。なんで？ここにいなくなるから。どうして？そんなの嫌だよ。どこに行っちゃうの？わからないけど、でも明日からは来ないの。さようなら。嫌だ嫌だ嫌だ、そんなの絶対嫌だよ。ありがとう、私嬉しいよ。でも今日はもう帰ってね、もう暗いし危ないから。帰ったらもう会えないんでしょ。そうだね。お、え、なんだろう今の。気になるね、さっきの声も気になるし。てかみことちゃんとゆかちゃんのやりとりがすげえなんかさらっと終わったのはなんで。今回はやっぱりもう氷室さん主軸なのかね。あんまり出てこないのかな、あの二人は。菊川警察署特務課。あ、特務課、待って、これ特務課か。うわ、え、なんか知らない人が何人かいるね。中川亮介。皆さんこんにちは、中川です。どうも、かけまるです。では早速ですが、要件をお伝えします。特務課の人、もうすでに気づいてるでしょうが、ここのところ怪異の目撃情報が相次いでいます。ほう。この3日間で報告されただけでも7件。多いね。1日2件以上のペースだ。果たして実際の数はどれぐらいか。
これは異常事態です。会議の規模が小さいうちに早めに手を打ちましょう。あ、グラサンかけてる。高木健二、なんか原因でもあんの？おそらく例の事件のせいかと。事件ファイル048、小鳥箱。嘘、あれのせいなの？その当事者である呪術師の家系カジロイオが会議に巻き込まれてしまった。ついこないだのやつですね。ええ、どうもあの事件以降、この菊川市に怪異現象が頻発に目撃報告されています。あ、じゃやっぱりいろいろと呼び寄せちゃったんだな。そう、例えるなら水面に石を投げて波紋が広がるように、怪異がこの町に伝染し始めているということです。そりゃやばいね。早めに手を打たんとね。それでは本題に入りましょうか。この人たちみんな特務課の仲間なのかな。本日より我ら特務課のメンバー全員にて怪異撲滅キャンペーンを実施します。そんなキャンペーンとかつけていいのか。総合指揮は私中川が、情報伝達はひな、ひな、木村さん、高木さん、それと小暮くん、君たち3人は現場の方でご活躍をお願いいたします。大まかな説明はこれで終わりです。以上で解散です。まあ、とにかく今結構怪異現象がすごく起きてるから、それを全部みんなで食い止めようってことか。お、動けるじゃん。とりあえずセーブしよう。あ、セーブできない。あ、銃も構えられない。なんだと？暴動が起こせないじゃないか。とりあえず誰？金森ひな子。誰？こんにちは。にらめっこ。いや違いますけど。え、だ誰？詳細プリーズ。真面目に仕事してるよ。あ、ほ、じゃあいいわ。じゃあいいわ。なんで避けるの？僕と高木さんは別の区域をパトロールします。いや残念ですよ、日村さんと離れ離れになるなんて。お前本当は思ってないだろそんなこと。そうか、中川さん、この人がなんか部長的な感じなのかな。特務課だから課長か。これが今回の事件の調査ファイルです。目を通しておいてください。今最も怪異が、多発している地帯菊川市 S 区、市の中に区があるんだね。日村さんにはそこを調査していただきます。 S 区では、お気をつけて。なるほど、わかったわ。ケンジさん、こんにちは。刑事なのにケンジさん。お前の担当した怪異症候群から3ヶ月。あ、3ヶ月経ってるんだ。結構経ってるな。あの時は俺らがいなかったのによく頑張ったね。まあ、そうですね。この人は上司かな、多分。さあ、じゃあ行こうか。最後にちょっとこの偉そうな椅子座っとく。あ、それないわ。じゃあ行こう。いや、行くんか。あ、行かないんかい。行かないんかい。じゃあ行くわ。お先。さて、調査に行こう。お、夏だね。綺麗。雲のイラスト綺麗だね。かっこいいわ。実写がないもん。真っ昼間から見回りか。怪異の伝染。この菊川市。そうね、めちゃめちゃ平和そうに見えるけどね。さあ、とりあえず看板を見よう。ここは住宅地なんだね。ほう。菊川市新 S 区。あ、新ってことは新しくなったのか、最近。あ、結構広いね。まあ、まずは見える範囲からやっていこう。これは誰かのお宅かな？あ、入れないわ。そうだよね。さすがにそうだよね。住居地だもんね。まあ、こういうところは入れないと見ていいでしょう。まあ、とりあえずいっぱい家があるってことだね。バイクがある。S 区の調査が最優先だ。まあ、そうだね。あ、これは？学校かな？とりあえずは敷地内とかには基本的に入れないのか。しかし広いなぁ。あ、こっちが S 区街なのか。下側も見ていこう。お、かっこいい。お金持ちの家だ。すげえ。でも入れないからな。あ、工事中。ただいま工事中です。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。これ何があったんだ？この穴なんだろう。あ、こっちか。普通に通れちゃうんだね。この穴はなんだろう。気になるね。
あ、え、待って、なんかいる。え、誰？あ、宇宙人みたいなやつかと思ったわ。ボロボロのぬいぐるみがある。あからさまな怪異かと思ったら違ったわ。公園だね、ここね。どっかのジャイアンがリサイタルしてそうだ。ゴミ箱とかなんかない？なんもないか。なんかこれ床に模様があるね、これ。なんだろう。最近あれなのかな、なんか、整地したのかな。まあ、とりあえずなんもないね。こっちは？この辺は普通だな。ポストがある。時代を感じるな。そうだね。この形のポストはもう基本的に見ないからね。上側も見ていこう。すごい、生活音がすごいするのに、車とかバイクとか一切通ってないな。うん。ここだけなんでずれてここにマンホールがあるんだろうな。こっちは？入れる。これなんだろう。あ、ここも公園だ。まあ、さっきのは公園っていうよりは空き地か。うん。あ、遊んでる子がいるね。こんにちは。いや、こんにちは。いい天気だね。大丈夫？疑われない？平日の昼間から一人遊びとは、感心しないな。お母さんは近くにいるのかい？あ、逃げちゃった。不審者だと思われたか。やれやれ。子供の扱いはよくわからないな。うん。氷室さんは確かに子供とか苦手そうだな。なんだあの上のやつ。あれ気になるな。何もできないか。入れんの？用を出す必要もない。こっちは？ここは女子トイレだ。諭されちゃって。普通に刑事だったら別に入ってもいいと思うけどね。そんなことないのかな？だって中で事件があったらどうするんだ？ここの水は飲む気にならない。あ、そういうタイプか。公共の水飲み場の水飲めない人ね。飲めない人？飲めない派ね。公衆電話がある、うん。あ、これ蕎麦屋の配達のやつじゃん。古いバイクが放置されてる。こういう放置バイクとかはいいのかね。喉が渇いてない。レモンパンチ。レモンパンチある。桃ジュース。どれも口に合わないな。レモンパンチな、前回味わえてないからな。気になるけどね。あ、新しいポストもある。なんで？なんで新旧ポストが一緒なところにあるんだ。しかも今のところ、あ？今のところポストだけの道路っていう。主婦 A。このエスクに引っ越してきた須藤さん、お亡くなりになったそうよ。あら。知ってる。東側に新しく入った川野さんもそうなんでしょ？え？ってことはこれで二人目？怖いわよね。え、ちょっと話を聞いてみよう。新しく来た人たちが立て続けにってこと？怪しいね。どうかされましたか？ああ、聞いてくださる？ここへ引っ越してきた須藤さんと川野さん、どうも不可解な死を遂げたらしいのよ。警察ならその情報入ってないんか？不可解な死。ええ。二人ともここへ来てから急にお亡くなりになったのよ。それも、一週間の間にね。スパン短いな。一週間。ちょうどあの日と重なるな。あ、確かに。結構な偶然ですね。あ、来た！偶然なんかじゃないわ。今日で三人目よ。嘘。1週間前に1人目、4日前に2人目、そして今日ここへ引っ越してきたばかりのイモリタクの、いや、イモリタクってなんだ、イモリタクの旦那さんが亡くなったらしいわ。嘘嘘。かい、まさかこれが伝染か。呪いよ、これが呪いなんだわ。みんなこのエスクに引っ越してきた人たちは、このエスクに引っ越してきた人たちは呪い殺されるのよ。そんな分散して逃げることかい。こんにちは。あ、急に戻った。平穏が訪れた。え、今散々語ったのにこんにちはで終わりなのか。何者だおばさん。マジか。それは確かに怪しいね。あ、もうやることなくなっちゃった。東側に引っ越してきたって言ってたけど、この辺のお宅かな。あ、でも入れないよね。え、どうしようかな。さっき分散しちゃったおばさんたちどっか行っちゃったね。え、どうしよう。
他になんか探せるところあるかな。あ、あの女の子だね。いたわ。あ、ぬいぐるみ見てる。不思議だよね、そいつ。君はさっきの。来ないで。待つんだ。警戒させて悪かった。お兄さんはね、悪い人じゃない。お母さんが言ってたもん。知らないおじさんに声かけられたら大声で逃げなさいって。でもさっき大声出してなかったじゃないか。奈々ちゃん。あ、友達か？あ、お母さんか。イモリなら、あ、イモリさんのお宅の、お母さん。こんなところにいたの。今はお家にいなきゃダメでしょ？だって、じっとしていられなくて。この子が、イモリナナちゃんか。よかった。親御さんがいらしたんですね。あなたは？菊川警察署の者です。本日から、見回り強化ということで、現在この江津区内を巡回中でして。そうですか。うちのナナがご迷惑をおかけしました。いえ、元気があって何よりです。まあね、防犯対策しっかりしてるしね、偉い子だよ。ですが、母親であるあなただからこそ、お子さんに対してしっかり注意を払っていただきたい。こんな世の中です。何が起きるかわかりません。そうですね。何が起きるか。どうかされましたか？お父さんがね、死んじゃったの。ナナ、すみません。そういうことですので、失礼します。あれが、噂になっていた例の家族か。あ、動ける。何してたんだろうね、この子見て。とりあえず、あれだね、イモリさんのお宅の人は会えたけど、あ、高木さんいるじゃん。あれだね、川野さんの家と、あとなんだっけ、誰だっけ、あ、誰だっけ、もう一人の家、ね、一軒目と二軒目のお宅にもちょっとお話聞きたいよね、本当は。どうした、ケンジさん。いや、そっちの仕事はどう？まだ何とも言えないな。この辺りで何やら噂にはなってるが、怪異による騒ぎかどうかは不明だ。いや、絶対怪異だろ。まあ偶然ではないぞ。そうかい。これは怪異センサーってやつだ。何それ。こいつを持っとくと、近くに何か異常があれば気持ち悪いノイズが鳴る。俺ら生身じゃ危険、あ、命がいくつあっても足りやしない。ま、受け取ってくれや。ありがとう。怪異センサーだって。めっちゃ便利なの手に入れた。じゃ、どっかここ歩き回ってたら、聞こえるのかな？ノイズ、こういうとことか。ちょっとくまなくじゃあ歩き回ろう。おー！すげえノイズ、ここだ！おー、入った。すげえノイズ。うわ、なにこれ？あ、学校じゃない。なんだ？マンションかな？すげえ、車がいっぱい止まってるね。清掃事業のも止まってるわ。マンションか。名前は確か、ムーンハイツ、菊川。ムーンハイツ。入ろう。あ、普通のマンションだ。綺麗だね。観葉植物がある。盗難に注意。ゴミは分別しましょう。これは？宅配ボックスか。気になる名前はない。そうか。これは？エレベーター。エレベーター呼びますか？あ、じゃあ呼ぼう。怪異の気配がしたのは気のせいか。特に異変はないな。でもそういうお化け系の時にさ、すげえ音したけど、何の音だ。え、エレベーター、エレベーター、違う、外か。やない感じするね。そんな、飛び降りか。
どういうことだ。このエスクで一体何が起きてる。見てはならない。うぅ！ケース2、裏エスク、裏エスク、なんだそりゃ。